どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズラルのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は、ドラマになっていた曲だそうでございます。プロローグ、ウルさんというアーティストの曲をやってみようと思います。はい、なんかこう透明感があるちょっと寂しげな曲、印象的な曲ですけど、ガズレレリオリジナルでこのウクレレで簡単バージョンやってみましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にすぐにできるようにしたシンプル簡単バージョン。ちょっとこっちはショートカットバージョンでやります。はい、後半はかっこいいバージョン、いろんな弾き方を織り交ぜて、感情たっぷりで弾けるようにこうね、いろんな弾き方でこう表現して。で、こっちはですね、ブリッジパート、ちょっと長めのやつ。とは言ってもショートカットバージョンですけど、で、やってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲。うん、心込めて歌いたい曲。カラオケで歌うのもいいし、CD 聴くのもいいんですけど、楽器と一緒に弾く、弾き語り。これ、本当に楽しいんで、ぜひ皆さんにも体験してもらいたいんですけど、体験だってピアノとかギター弾きながら歌うのはちょっと難しいじゃないですか。はい。いますよ、いいのが。ウクレレです。ウクレレは弦も4本しかないし、ちっちゃくていつでも触っていられるんで、でもすぐね、音楽できるんですよ。ぜひ、ウクレレで音楽楽しさ分かってもらいたいと思います。皆さん、諦めてた方特に、私は音楽苦手だなとか、昔ギターやったけど F が抑えられなくてという、あなた、ウクレレ大丈夫ですよ。はい。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんできるようになります。ウクレレは簡単ですけど、めっちゃ奥も深いんでね、ずっと続けられるパートナーになりますからね、人生の。これはおすすめします。はい。で、YouTube 見てるだけでどんどんできるようになる。もうちょっとしたらここに、リンクを貼るんですけど、それはね、そこの先の、初心者レッスンはここというところをジャンプしていただいて、数字の順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今弾けてるってなりますから、ぜひ行ってみてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私がすでに取りためた700曲ぐらいのウクレレ簡単レッスン動画がすでにアップロードされております。最新 J-POP はもちろんですけど、夏メロから昭和歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、もう何でもありますから、さっきのリンク先の下の方に行くとジャンルボックスとかいろいろ検索もできますんで、探してみてください。じゃあそれでは早速やってみましょう。あの透明感のある不思議な曲、はい、プロローグ。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、フォー。テンテンテンテテテン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 。目にかかる髪の毛とかき分けた指、壊れそうでどこか寂しげな背中、頼りない太陽を滲ませながら、微笑んだその横顔を見つめていた。いつの間にかその全て視界に入ってくるの、心が波打つ痛みにどうして気づいてしまったの。彷徨いながらあなたと見る世界はいつでも綺麗だった。空には一つだけ淡く光る小さな星が残ってる。はい、プロローグ。まずはシンプル簡単バージョンがズレリリーショートカットバージョンでやってみました。後半はブリッジパートもやります。今はね、まず基本を押さえたところということで。
動画のテロップと合わせて一緒に弾いてもらった後は、自分でノートに書き出して、それを見ながら演奏する。これをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけれども、さっきちょっとこぼしちゃってさ、もう滲んじゃいましたよ。もうやだ、もうね。すいません。はい。ここね、イントロです。イントロのメロディー。はい、こうやって書いてある。で、ここから歌が始まりますと。はい。で、この下に囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンのコード進行ってことになってます。ここにあるぐにゃぐにゃした波はですね、これメロディーラインを表してるんですよ。点はリズムです。はい、ここだとね、かの上、目にかかるのかに書いてらっしゃる。目にかかる。ここで Am 段始まるっていう、こんなメッセージ含まれております。はい。じゃあ一時停止でメモっててください。ここにもダダダダとか書いてある。後で解説しますからね。はい。じゃあここ、歌詞です。今やったのはですね、ここのサビが終わったとこまでですね。なんで、ここまでか。ここまで今やりました。ここまでか。はい。で、後半はブリッジパートもやるんで、ここが足されます。なんで、まあ一応メモっといてください。ここに A シャープってコードが出てきて、ちょっとこれ難易度高いコード、後で解説します。はい、こんな感じの構成になっています。今やったパターンはですね、まあここからここまでやったんですけど、これからやる後半は、このブリッジパートをやったら、このサビの後半に戻るというガルズレディオリジナルショートカットバージョンでやりたいと思いますので、ご確認ください。じゃあコードの解説いきます。Am、C、F、Dm、G7、E7、Em7 で、1、2、3、4、5、6、7個。このコードで今のシンプル簡単バージョンをやりました。このコードはですね、7個もあるのかと思う方もいるかもしれませんけれども、はい、これです。ガズレレ必須コード。これ、いつも出てくるんですけど、必須って書いてあるでしょ。必ず覚えるということで。これはですね、ガズレレ必須コードっていうのは、今ご覧になってるガズレレ YouTube ではもう、まず一番最初に最優先で覚えてほしい8個のコードのグループのことを指してます。それをガズレレ必須コードと呼んでおりまして、そのうちのここで7個出てきてるんですけど、この8個分かっとくと、まず音楽の入り口としてウクレレで音楽を始める人にとってはものすごい都合がいいことばっかりで、ガズレレ YouTube チャンネルではほぼこのガズレレ必須コードが元になっていますので、この8個のコードを覚えたらもう700曲のガズレレ YouTube にアップロードされてる曲、結構8割9割できると思います。以前この8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく、この私が解説している動画をここにリンク貼っておきます。このリンク先でコードを楽しく、面白おかしく覚えてください。覚えられますから。はい。なんで今日はコードの解説は省きます。ということで、こっから、かっこいいバージョンに入っていきたいと思います。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、ちょっとロングバージョンになります。で、このブリッジパートっていうところ追加されまして、ここもまあガズレレオリジナルアレンジなんですけど、あ、これキーはね、原曲のキー、もともとのウルさんのキーと一緒ですから、これはね、いいですよ。で、ここに出てくる A シャープってコードね、これ追加です。A シャープっていうのはこれです。初心者様がちょっと引っかかるコード、解説しましょう。押さえる場所は、こことこことここと。こういう風に人差し指2つ押さえてちょいちょいと立てて押さえ、あるいは1フレット全部グッとこう人差し指で押さえちゃってちょいちょいと立てる。これを全部やるにはここを曲がってるとダメなんで、それ初心者の人こうやって押さえる方がいいと思うんで、ここをギュッと反るんですよね。こんな感じでこんな風にやってます。まあ慣れてる方はこの制覇とかバレーとかでこれいいです。これをやるのはちょっとコツがいますからね。はい、じゃあこの A シャープを使ってブリッジパートもやってみます。あ、かっこいいバージョンの全体的なリズムは、まずですね、ガズペジオという弾き方、こんな感じ。ちょっとこれピアノっぽいイメージの時にこれよく使うんですけど、ガズペジオという弾き方で前半ちょっとこうやって、最初の一番最初の A メロはもう伸ばしてやろうかなと思うんですよ。目にかかる髪の毛のこういう、要は伸ばして、リズムを刻まないっていうか、まずこの抑揚をつけるために一回、静かに落としてからだんだん盛り上がってくるって感じにしたいんで、途中のいつの間にかの B メロのところからガズペジオが入ってくる。で、サビでは、16ビートのチャでやりたいと思います。あなたを探して、こんな感じですね。じゃんじゃか、たかちゃか、じゃんじゃか、たかちゃか、じゃんじゃか、ちゃかちゃ。これ、16ビートのチャのシンプルなやつです。はい。ということで、ガズペジオと16ビートのチャ。この2つを使ってやってみようと思うんですけど、その弾き方、ここ。このリンク先から勉強してください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオと16ビートのチャで、動画が、練習動画が上がってますから、ちょっとマスターしてみてください。で、いつも言ってんですけど、16ビートっていうのはまず8ビートができてからじゃないとなかなかつかめないんで、16ビートとか8ビートとかは全然わかんない方、8ビートから練習してみてください。その次に16ビート。先は長いかもしれませんが、楽しんでぜひ始めてください。で、こっからね、細かい解説をいろいろしていきます。まあ、さっきも言ったんですけど、このかっこいいバージョンでコードが、ワンブロックに4つ入ってきたりとか、ちょっと差があるんで、ここが確認しといてください。ここ見てください。で、ここ、B メロの、いつの間にかのところ、ここ、矢印が書いてある。あとね、
矢印が書いてあるところはどこだっけ、もう一箇所あるんですよ。このブリッジパートのとこだ。ここにも矢印書いてある、ブリッジパートで。この矢印っていうのは、はい、このマークですけど、動画内のテロップでこのマーク、矢印マークをつけておくんですけど、これはシンコペーションといって、リズムが前にドーンと入ってくるやつで、ちょっとやってみましょうか。いつの、 B メロのいつの間にかその全てのところやってます。いきますよ。いつの間にかそのすべて、じゃんじゃじゃぱー。わかる？ A マイナーがちょっと前に食い込んでます。 E マイナー7から A マイナー、はい、口に合ってるんだよね。もう一回やろう。いつの間にかそのすべて、次回にって、ここに前にドーンと入ってくるやつをシンコペーションと言います。もう一箇所もあるんで、そこものこの矢印が出てきたら前に食い込むなって覚えておいてください。はい、どんどんいきますよ。で、ここですね、サビに行く前に、どうして気づいたのと、ここを伸ばすとか、ここはダーダーダダダダって書いてあります。これダーダーダダダダです。ここはね、あなたをですからね、どうして気づいてしまったの、ダーダーダカダカ、あなたを、はい、ダーダーダカダカ、こう決めてください。で、サビ中ですね、ここによく見るとこの E7 のところ、決めって書いてある、ここですね、ここ C から E7 のところ、ちょっとやってみます。ここ、サビから、あなたを探してる、隠した痛みの奥で、あなた、ここ C C C スッパーン、最後の一発 E7 C C E7、 ちょっとため、口で言うとジャンジャカジャカジャカスッパーンです。もう一回そこの前からね、隠した痛みの奥で誰にも、こんな感じになります。ダンダカダカダカスッパーン、決めです。こう同じ箇所サビで2回出てきます。はいはい、これを決めるとかっこいいですね。あとはそうですね、それで、あ、構成の確認しようか。構成もう一回確認します。今イントロから、かっこいいバージョンですよ。イントロから入ってきて、バーっとサビまで行って、ブリッジパート行ったら、はい、ブリッジパート終わったら、今度ここ、サビ欲しいって書いてあります。サビの後半からやろうと思います。はい。ここをいうふうにガズレレオリジナルアレンジに してみました。で、最後またイントロに戻ってエンディングにしようかなと思って、イントロメロディー、要はで、でんでんてでんてんてんっていうメロディーを弾いて終わりにするという、こうガズレレオリジナルアレンジですけれども。さあ、こんなこと踏まえながら、やっぱね、エモーション、悲しさ、表現力、この考えながらね、歌詞の中身も読み込んで、感情込めてやってみようと思います。プロローグ、かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー。心は赤いままで、あんな
なたと見る世界はいつも綺麗だった。空には一つだけ淡く光る小さな星が残ってる。はい、プロローグガズレレルかっこいいバージョン、ショートカットバージョンでしたけど、やってみました。やっぱり最初おとなしく始まって、こう悲しみからだんだんサビに行ってドーンと行く感じの、この抑揚がね、またこうドラマ性をまた深めるというか、最初の方のなんとなくこうなんか寂しげなね、独特のあの雰囲気をなんか出せるとまた気持ちがいいかなと。音楽のこの表現力が気持ちがいい曲だなと思いました。皆さんもぜひ、感情を込めてやってみましょう。はい。ウクレレ楽しいなってことは周りの方どんどん教えてあげてくださいね。これがね、音楽やる人が増えたらきっとね、楽しいですよ。はい。ありがとうございます。はい。ガズレレでいろんな情報あります。ちょっとご案内させてください。お時間ある方ご案内です。ありがとうございました。じゃあご案内どうぞ。はい。はい。まず、ガズレレホームページ、ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。最近リニューアルしたばっかりですから、内容濃いですよ。曲の検索機能もわかりやすくなりました。いろんな情報も、最新情報もいつもこのホームページに出てますから。はい。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。そこ見るとね、もういろんなことの、例えば CD 出してますとか、本出してますとかあるんですけど、まあ、ホームページいろいろ見てくださいね。そのホームページではですね、ブログも書いてるんですよ、ガズさんは。はい。1日1記事、だいたい書いております。いいことばっか書いてるんですよ。ほんと、これぜひ読んでください。ブログもね、ホームページにありますから、とにかく、ガズレレはね、音楽みんなやろう。どんな人でもやろうっていうのがメッセージですから。はい。でね、聞くよ、音楽聞くのも最高ですけど、やる方が最高。これを合言葉に、楽しんで音楽やろう。楽しんでる人はどんどん周りの人に教えてあげてください。ガズさんの YouTube 教えてあげれば、その人もどん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 もう勝手に上手になる。じゃ勝手に音楽が楽しくなる。はい。いい世の中になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。さよなら。